他先讲，好吧？好，画面是姜昆老师。好，朋友们，大家好。有幸的皆様、こんにちは。中日两国关于围棋交流活动。中日間の。多年前呢，我曾经。囲碁交流イベントに参加できて光栄に思います。昔、囲碁のナショナルチームの徐英新先生に習ったことがあるのです。徐先生はいい先生でしたが、しかし私は無能な生徒でした。私は囲碁があまり上手ではありません。しかし、多くの先生の方々が私が常に尊敬しています。例えば、常永平先生、海郷先生、王女南先生、馬行春先生たちは常に尊敬しています。そして、初めて日本の棋士、呉清源先生でした。また、藤沢秀行先生、大竹秀夫先生、私はこれらの殿堂入りの人物にいつも心から尊敬しています。1980年代に中国の、文化事業者による囲碁チームが日本に招待されて、親善試合が行われました。私は光栄にも、棋士として選ばれました。そして、幸いにも日本にやってきました。陳祖徳先生、源文生先生、勝光道先生などの方々を懐かしく思っています。皆様方は当時チームの重要なメンバーでした。今、先生たちは常に私は忍んでいます。次のページお願いします。次のページお願いします。まあ、皆さんご覧、再往下翻。再翻一页。那么我跟洪州老师呢一直保持联系。洪州老师非常了不起。他不但艺术上受到了。私は今も甲州先生と連絡を取っています。甲先生は大変素晴らしいですが、アートや囲碁の師匠だけではなく、人生においても私の先生です。本日、その方と一緒に参加できて嬉しく思います。次のページお願いします。次のページ。私は日本で幸運にも何人かの先生と指導碁を打ったことがあります。そのうち、私がおずおずと座って、彼は、大竹秀夫先生の眼差しから私の恥ずかしさが想像できると思います。次のページ、お願いします。そして、藤沢秀行先生、大竹秀夫先生にも、囲碁の指導をしていただきました。呉清源先生のお宅で呉先生に入れていただいたお茶を飲みながら、囲碁の話をしたり指導をしていただいたりしたことが私の人生で最も印象的で忘れがたい出来事です。次のページお願いします。日本では、5対局に出ましたが、3勝2敗でした。帰国後、馬行春先生を授与していただきました。今回のイベントのために必死に探していましたけれども、どこにしまっているのか見つかりません。いつか探し出して、碁をやったことを証明したいです。次のページお願いします。その後、日本の棋士を私のうちにも招待して、一日中話や対局、イベントなどを行いました。それは当時の写真です。下は次のページお願いします。ジャンコンさんの奥さんです。今はですね、
確かに文化交流を促しました。その後、私は何度も日本を訪れ、日本の多くの有名な漫才師、落語家、能楽師と交流し、中野さとし先生がいろいろ架け橋をしてくれました。彼らの気づき、両国の文化交流の架け橋になってきました。次のページお願いします。1983年から2022年、数週間にわたって日本に訪れました。漫才師とか落語家とかのうちで、こういうようなイベントに参加しました。次のページお願いします。海老名さんですね。日本では、いろんな生徒を持ってきました。私に、中国の漫才を教わった生徒たちです。また多くの、年を取った芸術家たちとイベントに参加しました。次のページお願いします。2007年当時の中国の、王毅大使は何十人を連れて私たちの、出し物を楽しんでいました。次のページお願いします。日本ではかつて日本の学者小島秀夫と一緒に本を出しました。ユーモア中国語会話という本でした。漫才のようなユーモアに中国語を話すというような目的でした。次のページ。日本の一部の、新聞も何回かにわたって私たちの訪日について紹介していました。これらはすべて私たち中国の曲芸についての報道です。日本との交流について、言及しています。次のページ。この中に日本の震災のために東京でチャリティー公演と寄付を行いました。皆様、お見えだと思います。次お願いします。この旅の寄付のために日本の関連部門から感謝状をいただきました。次のページお願いします。これは当時中国の、中国の方々の努力のための感謝状でした。次お願いします。2018年12月6日に元首相海部俊樹が私たちにわざわざと平和友好賞を授与してくださいました。次お願いします。これらの忘れがたい経験もいただいた賞や栄誉もすべて囲碁という架け橋のおかげです。一見変哲もない白と黒のゲームは、私たちのこの色とりどりの世界を結びつけています。次お願いします。本日このイベントに参加できて非常に嬉しく思います。日本で書いた詩を持って結びとさせていただきたいです。
次のようなものです。昔の西の国には吹奏楽ができる人がいた。これは中国の話です。中国の教皇は囲碁が打てる。西の国の人は吹奏楽ができるふりをしていたが、しかし私は友情のために碁を打っている。まあ非常に大げさな話ですけれども、私の詩です。それでは皆様ありがとうございます。そして日本の、中日両国の交流のための、貢献もありがとうございます。ありがとうございました。甲州さん、ジャンコンさん、ありがとうございます。